トラニャロ、またはタウランニャロはマダガスカルの都市。フランス語名はフォールドーファン。マダガスカル南部のトゥリアラ州に属する。インド洋に面する港町であり、現在は南部の中心都市の一つとなっている。この地にフランス東インド会社が鳥出を築き、植民を開始したのは1643年である。鳥出は当時の皇太子にちなんで、 ホールドーファンと名付けられた。鳥では本国からの支援をある程度受け、100人程度の植民者も送り込まれたものの現地政治の対立や薬病に苦しめられ、最終的にアンタヌ氏族の攻撃によって1674年に撤退を余儀なくされた。市内の移動にはタクシーが便利である。近年はタクシーより安価に利用できる三輪タクシーが増えてきているが、 安全面ではタクシーに劣る。市の中心部は徒歩で歩いて回ることができるが、人通りの少ない海岸部や夜間などに一人で出歩くのは避けた方が良い。特にベレンティ施設保護区への玄関口となっているため、多くの観光客が訪れる。赤い島物語マダガスカルの歴史、富士の幸雄1997年6月30日初版、彩り流社、P41 から42、 コリント、ドーファン、タルニアクライメートノーマルズ19611990ナショナルオーシャニックアトモスフェリックアドミニストレーション2015年3月8日閲覧クライマターファルホントロナロマッテガスカーベースラインクライメートミーンズフロムステーションズオールオーバーザワールドドイチャウェターディンシュト2017年4月7日閲覧ステーションテイラニアロ メテオクリマ、2017年4月7日閲覧。ありがとうございます。